実分ヘッド第4回始まるよ。自分が好きだと思っていた人に告白すると振られました。しかも話したら無視されてどこかへ行ってしまいます。すごく悲しいです。一週間経っても悲しみは治りません。どうしたら治りますか？という、ちょっと。こういう相談待ってたよ。明るく行こうよ。ちょっと3週間ね、経っちゃった。てるんですけどね、今大丈夫かなっていうのはあるんですけど、若干もう立ち直りかけだったらいいなっていうのはありますけど、そうだよね、まあ本当立ち直ってくれたら嬉しいけど、どうしたら治るかっていうのはちょっと難しい問題でもあるけど、まあ、これはもう恋愛経験豊富なお二人さんに、いや俺なんかも口出しできないですもん、俺なんかな。俺はっきり言ってゼロよ。俺はもう振られねえと。いや、俺はもう。俺振られた経験ないよ。告白したこともないけど。そんな感じ。悲しみような。一番経験豊富なスバラさん、スバラさんがね。いや。私は普通ぐらいの経験。そうだね、多分学生さんだと思うんだけど、多分予想では多分同じクラスなのかなと思うよね、まあ、まだ好きだと思っていたなんで、別にこう特別はまだ関係になってない感じですよね、本当友達で本当気になるみたいな、そう、うん、で告白しちゃったら振られたと、話をしても無視される。いやクリスマス近いのにね。まあ多分無視されてどっか行ってしまうってことは、多分その子もどうしたらいいか分かんないだと思うよ、告白されちゃったから。気まずいっていうのもあるんじゃないかな。それは確かに。か本当に単純に何なのみたいな、もう話しかけないでっていうのかいうパターンかな、2つぐらいのパターンだと思うんだけど。いやでもあれじゃないですかね、自分が好きだと思っていたで告白までやっぱ言ってるんで、もし本当に大嫌いだったら告白できる場面にも行かないと思います、なるほどね、もう話しかけられるのも嫌だと思いますよ、この話したら無視されてっていう風になっていた、その告白っていう部分までたどり着かないと思うんで、本当にこの告白してしまったことによるきっかけが原因でっていう形にはなってると思いますね、これは、まあ、でもこのすごく悲しいですって1週間経ってもこの悲しみは治りませんって結構な一日だな、だから本当にそういう気持ちって、それが本当の初恋なんだと思うよ。それが本当の初恋、本当の恋愛じゃ、恋じゃなくて、それが本当の初恋だと思うな、ずっと本当に悲しみが治らないってこと、本当に好きだったんだから、その人のことが、なんかそれはそれですごく大切にしてほしいよね、その気持ちも。そうですね、まあこれが最後じゃないから、最後じゃないしね、本当イチロー鈴木さんはイチロー鈴木さんはすごい本当、これからどんどんこういろんな恋愛をしていくだろうし、これが最初で最後なわけでもないし、これをきっかけにどんどん自分をこう磨き上げてさ、いい男だよね、いい男性になって自分なりに、自分磨きしてさ、そうですよ、こういう気持ちが分かる男になれたわけですから、そう、そしたらほら自然と多分それを見てくれてる人も絶対出てくるからさ、その時にうまいこと
こうタイミングがあれば本当に恋愛として成立して、うん、お付き合いしてほんでまあ、うまいこといけば結婚するとか、うんうん、まあ俺と違ってね告白する勇気を持ってるからねそこがね本当偉いよね行動に出してるからね、うん、行動しなきゃ何も始まんないからそうそうそうちゃんと告白っていうタイミングを作るのが素晴らしいと思う。うん、素晴らしいよね。うん、俺なんてないから。うん、俺もないのね。俺もできひんな告白は無理やな。恥ずかしいわ。ちょっと疲れたといや、俺したけど。あらら、してるじゃないですか。俺するタイプだけど、うん、それまでに至る時間が長い。いや、それほど一途になれる時間が長いってことじゃないですか。うん。ちょっとずつ自分に向けさせていくっていう。ああ、それがいいんですよ。そういうテクニックがね。テクニックをちょっとずつこう、駆使して、女性のハートをわしづかみしようとか。ああ、いい。っていうことをしても逆効果が多かったけど。やっぱり難しいですよね、恋愛っていうのは本当に。自分とは裏腹に本当に、うまいこといかないんで。まあ、でも自分が好きだと思っていた人って言ってるぐらいだから、うん、まだこれから自分が大好きだと思った人っていう、この大好きになる時が来るから、そうだよね、うん、そういう人が現れたら、スバルさんみたいにこうどんどんそうそうじわじわとじわじわとそうじわじわと自分に引き寄せてじわじわそうそうそう、うん、そうそうちょっと飯でも食いに行こうぜっつって俺が全部おごってやるわっつってマック行こうマックマック行こうぜってマック行くときにちょっとお会計するときにそのときに金なんていらねえよっつって俺がポンって出すみたいなっていうのすごい胸キュンらしいよ女性ってそうなんですか最初になんか出すって言わなくてもうこう女性がこうお金を出すか出さないかときにあええでっつって出すわっつっていう方が胸キュンらしいよいや無理だなそんな言わねえわ俺俺もないわバリカンだろうとか言っちゃいますもんね。それも絶対赤パターンや。最低とかも言われるでしょ。お釣りもらうからとか言って。最低それ。なっちゃう、そうだ、ダメだわ。まあね、付き合う、前はね、そういうのありで、付き合ってからはね、まあそこら辺はちょっと、相談、要相談で。あれだけどさ。まあこれからどんどん、男になっていくと思うからさ、頑張ろう。うん、自分が。もう、いいんですよ。大丈夫ですよ。メッセージでどっか行かしとけっていう感じで。そうだよ。俺にはもっといい女の子が来るんだぜ、みたいな。ここにいると思いますけどね、なんかこの文章を見る限り。なんかもう、違う女の子ともう話すよ、みたいな。なんか別にその子しか話す相手がいなくてっていう。ああ、そうだね。感じでは多分ないと思うんですけど、うん、だからいいんじゃないかな、いっぱい恋愛して、うん、そうだな、うん、とりあえず恋愛しよう、いっぱい若すぎたらまずいですけどね、まあ、どうも考えなきゃいけないけど、いっぱい経験した方がもう自分のためにはなる、なるね、うん、はい、なるなるっていうことでよろしいでしょうかね、はい、うん、こういう相談もう大好きだから俺これうんとねうんと待ってるよこういうのもね一日中語れますねうん語れってメンズトークはやばいからね皆さんに質問、学生時代何をしていましたか、うん、勉強してた即答学生してたそうだけど、それ特に何をしてたの？ああ、例えば。でもこの学生時代っていうのは本当に小学生から高校生までのこと全部のことを対してですかね。真面目ちょっとやだやだ。あ、じゃあ高校生だけでいいですか？一番最近の感じで。あ、そうだな、うん。学生時代で一番楽しかった学生時代の話でいいんじゃない？ああ、じゃあ、ああ、どうかな。思い出がある学生時代。ああ、一番楽しかったのかな。うん、一番楽しかったのはでも高校生かな。そうだ、俺も高校だな。俺専門学校だね。あ、じゃああの時一番楽しかったわ。あ、うん、ちょっと明らしい。じゃあ
ちょっと専門学校時代の話をちょっとお聞かせいただく。何してました？何してた？何しても、ああ、でも結構、なんだろうね。結構友達と集まってカードゲームやってたわ。カード遊戯王？いや、あの、マジック・ザ・ギャザリングっていう。ああ、知ってる、知ってる。うん。なるほど。あれや、みんなでやるの楽しかったな。ちなみに専門学校って何言ってたの？あの、コンピューターの専門学校。なるほどね、まあ。ゲームシステム化って言って、まあ、うんうん、ゲーム制作にね、うんうんうん、知識をちょっとね、うん、学んで、挫折して、今いるっていう感じで。はい、でね。まあ、チームでゲーム作ったりも、一人でゲーム作ったりもしたけど、うんうん、難しいね。ああ、でも、あれだね。ん？ぜひともちょっとそのゲーム、もしできることがあればやってみたいよね。ね、できたらね。できたらね。うん。そっか、専門学校自体、そういうことをやってたんだ。うん、そういうちょっとしたこう友達と遊ぶ時間っていうのは楽しかったよね、学生時代って、うん、そう、うん、なるほど。なっちゃんは？俺ですか、うん、俺は高校時代ですね。高校時代、もう中学生はもう黒歴史なんで小学生もあんまりいい思い出はないので、うん、まあ、高校生が一番まあ、印象にあるっていうか、うん、なんていうんですかね、うん、思い出には残るかなっていうのはありますけど、うん、まあ、何をしていたかっていうと、まあ、ほとんど遊びってるようなもんでしたね、やっぱり。やっぱそこに行けば友達がいるっていうのがあったんで、あーはーはーはー、もう遊びに行ってる感覚でした。もう絶対ゲーム機は持ってってたし、あの、もう、私服だったんで、うん、俺は、うん、ここは、うん。で、だからこう、特にこう学校の荷物とかも持たず、うん、もう置き弁は当たり前なんですよね。でノートとかも置き弁なんで、本当だ、体育とかもそういうジャージとかがないんですよ。珍しいね。全部私服でやんなきゃいけないんで。珍しい。はい。だからそういう部活とかも本当5個あればいい方ぐらいな。でしかも全部そういう運動部とかも外じゃなくて、もう体育館でできるようなしかなかったんで、うんうん、別にその部活をやりに行ったとかではなかったですね。本当高校時代遊んでる感じでしたね。ゲーム授業中にやったりとか。おお、なるほどね。面白い話だね。高校デビューだったんでね、俺は。そうだね。俺も高校だな、やっぱり。高校、うん、なっちゃんじゃないか。俺も、あの、学校終わったらみんなで、バーって出かけてカラオケ行ったりとか。あ、カラオケ行こうぜとか、ゲーセン行こうぜとか。それが正解です。それが正解なんですよ。で、ほら、16歳ってさ、うん、ほら、解禁するやん、バイクが、免許。あ、はいはいはい。それがもう、みんなでバイク乗ろうぜ、みたいな。移動も、もうかなり、範囲が広くなっちゃうよ、バイク乗っちゃったら。はいはいはい。だからもういろんなとこ行ったりとかしてたよな。暴走とかしてないよ、その本当に。と楽しんで、みたいな、みんなでっていう。結構行動派な。行動してたね、すごいいっぱい。うん、勉強なんて全然してなかったもんだって。してなかったけど、ほんとみんなと遊ぶことが多かったかな。うん、学生だからね。学生だしね。そういうの大事だよ。うん。友達は大切に。とね。と大切にね。っていう感じかな。うん。じゃあ、次行こうか。うん。皆さん、こんにちは。いつも、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいています。ありがとうございます。ところで、スバルさんに質問です。私。自分は FPS が好きなのですが、コールオブデューティーなどは実況しないのですか？そうだよね。なかなか難しいよね。FPS だもんな。
まあ、なっちゃんはする感じだよね。私はしますけど、ちょっとね、FPS ってさ、もうやっぱりやり続けないとうまくならへんやん、あれってさ、はい、だからなかなか毎週やれないしさ、仮にやってもさ、すげえ下手くそな動画になっちゃうわけでさ、それでもよければやるけどさ、だからまあ、候補には上がってるかな、コールオブデューティーは。はい。うん。一応は。なので、上げるか上げないかは本当、ちょっとわかんない状態だけど、うん。まあ、もし、上げれそうだったら、COD は、ちょっと、上げてもいいかなと。はい、まあ、ちょっと下手くそなプレイ動画で良ければ、うん。で、良ければ上げてもいいかなと思いますけどね。うん、まあ、もちろんみんなでね、やって。うん、っていうので、良ければ。一人はちょっとね、あまりにも下手くそなのはちょっとダメなんで。みんながいたら結構下手くそなプレイでも結構、ワイワイ、こうトーク力でカバーできるからいいかなとは思うけど。っていうことでしょうか。うん、じゃあ次行きます。皆さんに質問。宝くじが当たったら何に使いますかって。うん、宝くじ買います。また?はい。また買っちゃう。また買いますね。多分100枚を2回ぐらい買って、もし当たんなかったら諦めます、うん、これはいくら当たったらにするとか。ああ、そうだな、まあ、金額によるけどな。1000円とかだったら無理だから無理だだけど本当にあの万単位で当たれば、うん、ちょっと自分のご褒美は買いたいかな、なんか、なんかで。うん、なんか、そうだな。え、万って、あれですか、3桁、2桁ですか。2桁でも、1桁あるよね、1万とか。1万。1万と5万とかあれ。だから1桁、2桁でもいいし、とりあえず万単位で当たれば何かね、あ、自分にご褒美で、その時に欲しいものを買うかな、俺はもしかしたら。うん。1桁だったら全部貯金するな。2桁だったら半分使いますよ。3桁はもう金庫行きですね。手つけない。手つけない。俺もやっぱ貯金する派かな。そうだよね。家族に何か買ってあげたいっていうのもあるかな。優しい。優しい。優しいな。それ俺言いたかったな。かなりいい印象だと思うんだよ、それ。今ちょっと好印象じゃない?ちょっと、ね。くださいよ、それ。どうぞどうぞ。あ、俺も当たったらちょっと家族に、なんかプレゼントしようかなって思ってるわ。あ、優しいわ、さすが。家族もいい。そこも、いや、違うな。ね。やっぱり。言いたかったな、それ。あ、ね、やっぱりそういうのも、ね、親子もしないと。うん、あ、で、あ、ちょっといいですか、うん、うん、俺、そうっすね、もし当たったら、まあ、親になんか買ってあげたいですからね。って、おいおいおい、分かってたでしょ、もう。おい、分かってたでしょ、もう。美味しいとこ持ってくんだから、もう、欲しがりさんなんだから、もう。じゃあ次行きまーす。いや、超腹いて、今のめっちゃ面白かったな。いつも楽しませていただいてます。皆さんに質問です。それぞれの慣れ初め、そして一緒に実況するきっかけは何だったのですか?ですね。これはね、前回の時に、今回の質問返答に似たような質問をしているので、そちらの方を見ていただければと思います。はい、はい、じゃあ次行きます。スバルさんに質問、実況するときはどんな機材を使ってますか。これなんか似たような質問もう一個あったな。なんかあったな、ちょっと待ってね。あ、編集ソフトも出てるよね。
じゃあ、どんな機材を使ってますかと、編集ソフトはっていうのを一緒にちょっと返答させていただきます。ちょっと言葉ではあれかなと思うんで、まあちょっと、テロップかなんか入れとくんで、それ見ていただければと思いますが、PC はですね、結構こういう質問が多いんですよね、結構。で、ちょっと返答はしないっていうか、あんまり しない感じにしてたんですが、一応ちゃんと何を使ってるかだけをちょっと教えたいので、PC はですね、エイサーの PC を使ってます。で、 CPU がCore i7 の3000を使って、メモリーが 16GB 入ってます。で、グラフィックボードとかちょっとわからないんで、返答できないんですが、一応ちょっと高スペックの PC を使っていろいろやってます。で、編集ソフトはですね、サイバーリンクのパワーディレクターっていう編集ソフトを使ってます。値段的には1万ちょいぐらいで買える、お手軽で、高性能な編集ソフトでいろいろできるんで、使い勝手がいいソフトです。で、機材はですね、ゲームをロック、キャプチャーソフトはですね、アマレコ TV を使って、で、音声に関しては、みんなで遊んでる時は、タピールっていう音声録音ソフトを使って、で、一人で実況してるときは、アマレコ TV の、ミキサーの機能でもそのまま声と映像を同時で撮っています。で、ビデオキャプチャーは、バッファローのビデオキャプチャーを使っていて、で、映像キャプチャーは S 端子でキャプチャーして、エンコードは、Windows の方で HD でキャプチャーして、エンコードしています。はい、ちょっと、何言ってるか分からなかったでしょ全くついていけないです。うん、難しいね、俺には分かんないっていう感じかな。うん、これで多分知りたいことは多分それで分かると思うんでっていう感じです。はい、はい、じゃあ次行きましょう。皆さんに質問です。ゲームソフトは何本持っていますか、またゲーム本体は何を持っていますかっていう質問でございます。はい。数えないとちょっと分かんないな。ソフトか。確かに。ソフトに関してはいっぱいありすぎて分からない。うん。それに伴ってハードもいっぱいあって分からない。まあ昔のゲームボーイから持ってますからね。ファミコンもありますし、スーパーもあります、うん、64あります。うん。ただゲームキューブと XBOX 系がないです。ああ、結構持ってるんだね。そうですね。プレステ、プレステもないですね。プレステ2しか持ってない、ね。まあでも一通りは持ってました。すぐ新しいハードが出るとそれ買ってって感じでしたね。うん、ゲームボーイに関してはアドバンスまでは全部持ってましたね。うん、ワンダースワンとか持ってなかったですけどね。懐かしいな。そういうマニアック側っていうか、その、ちょっと違う感じの持ってなかったです。懐かしいな。ワンダースワン持ってたんですよ。なんか、アキラさんすげえ軍兵でやってそうなんですけど。いやー、軍兵やったことなかった。やってないですか。デジモンのやつだけ。あ、やっぱデジモンか。あれ面白いんですよね、ワンダースワンの。すぐバグってしょ、そうなんだ。3、4回やってたけど、全部消されて。なんだよこのデータみたいな。確かに。そっか、結構なっちゃんがいっぱい持ってるね。うん、うん、俺はまあ引っ越してから今持ってるのは PSP と 3DS と、うん、Wii と、うん、PS3 ぐらいか。うん、うん、俺もそうだな。 PS3 と Wii と PS3 と PSP と Wii かしか持ってない俺も。
うん。実家探せばセガサターンとか出てきそうだけど。ああ、懐かしい。多分動かないけど。うん、懐かしいなぁ。ドリームキャスト。バーチャルボーイとか思ってました。懐かしいな。懐かしいね、あれ。でも、バーチャルボーイを普通に置いてたら、うん、そこになんかヒーターが当たってらしくて溶けてました。溶け。もう中がむき出しになってました、バーチャルボーイの。あれ絶対1時間ぐらいプレイしたら完全に目悪くなる。悪くなる。あれダメです、ね。あれ絶対もう、自分の遠近法が分かんなくないもんね、あれはもう。完全に。まあ、ソフトは、20本ぐらいかな、全部合わせて。そんなもんでしょうかね、スバルは。これは合計すると、いいよ、あ、30ぐらいかな。あ、ほら、結構持ってるの、秋橋も。まあ、3DS やらな、やら PS も。いろいろ合わせれば。うん。なっちゃんいっぱい持ってそうだな。まあ、ファミコンとかも合わせれば、全部合わせたらすごいことになりそう。全部。多分合わせ100以上は全然すげえあるんじゃないですかね。ファミコンだけで多分20とか持ってますし、ゲームボーイで多分30、40ぐらいあると思うんですよ。まあ、ポケモンとかいろんなシリーズがあるんで、うんうん、あの本当に同時発売 2タイトル同時発売とかも2つ同時に買ってたような人間なんでやるね。遊戯王のゲームとか、うん、そのキャラクターごとのデッキ誰々デッキ、誰々デッキ、誰々デッキで3種類が出た時があったんですよね。うん。同じゲームなのに。うん。で、それを3つを買ったっていうのもあります。うわ、大人がいい。でも、それはもう、誕生日に、お願い、お願いっつって。で、結局、やったのが1個だけで、2つとも無駄にしたっていうのもあります。別に絶対そうなるよね。うん、結局。でも、もう欲しがりな俺だったんで。じゃあ、次行こっか。はい。次が、皆さんに質問、何座ですか？便座。おい僕と、便座じゃん。あ、ブロックつけた方がいいですか？あ、ジニーは、ボラギノールです。ジニーはベンザブロックって意味わからないです。ジニーはベンザブロックって固形物入れてどうするんですか？俺あれだよ、意外に乙女座だもん。だってかわいいやろ、ちょっと乙女なの。俺って天秤だね。で、あー、アキラシっぽいな。天秤って感じ。両方かけて、両方かけてそうって感じ。なんか。なっちゃん、なっちゃんは、なんだろう。なんか、いて座とか、なんか、カシオペア座とか、なんかそういう感じ。それ、星座じゃないじゃないそんな感じ。で、結局は俺、獅子座です。まさかの獅子座か。ライオンです、俺。まあ、かといって、それで盛り上がるわけでもないしね。ないですよ。便座で終わりですよ、もう。これ、絶対女子トークで盛り上がるパターンじゃないか、これ。何座っていうか言うので。そうですね。これ盛り上がる。何座と何座は相性がいいんだよ。ええよ、みたいな。そういう知識があるから盛り上がれるんか。そうです。そこで血液型も入ってくるんですよ。ああ、間違いないね。何座で何型の人はとか言ってました。ああ、なるほどね。めんどくせえみたいな。関係ねえって。フィーリングだっつーのみたいな。わかるわそれ。メンズトークはもう便座で終わるからね。だって便座で。もうみんな便座で。便座でね、もう便座ブロックしとこっていう感じね、もう。はい。皆さんに質問です。ゲームで趣味みたいなのは以外で趣味みたいなのはありますか？これも以前に、うん、ね、答えてるよね。なので以前の質問返答を見てください。次いきます。皆さんに質問です。 COD はしますか？これあ、今はあ、してますか？COD はしてますかってことで、
現在はしてないかな、スバルは。俺もしてない。俺もしてないですよ。でもしよっかっていう話はしてるんで、するとは思います。COD は、うん、COD はしようとは思います。遊ぼうと思います。はい。はい。すば、次行きます。はい、すばさん質問です。この動画な、なんでこんな声潜めてるんですか？あ、たまにね、潜めくときがあるんですよね。これ撮ったら深夜の2時だったからね。そら潜めなきゃいけないわ。そら潜めるよ、そらもう。そんな大きな声出せないから潜めくよ。時間帯の問題だけど。そう、時間帯の問題だったっていうね。皆さんに質問です。普段どんな服装してますか？良ければ服だけでいいので写真とか見せてください。あと一つ、スバルさんに質問です。もし RPG も好きでしたら、ペルソナ3か4をプレイしてみてくださいって。うん、どんな服装ですよね。うん、これはね、もう顔出しちゃったからね。うん、で、良ければ、スバルのツイッター見ていただければ。はい、なちゃんとスバルが見れるんで。そうですね。アキラ氏どうする？どうするって言われてもな。ツイッターに。ああ、そうだよね。ツイッターに。投稿するじゃないですか。そうだよ。自分の姿だけの。あ、いや、服装だけの。服装、ちょっとパチッつってツイッター載しちゃってよって。これ知らない人はなんだって思うよね、急に。そうだよ。添えて言えばいいんですよ。そう。それが俺のいつもの服装だっつって。これがアキラだって。そうです。見よ、アキラの服をって。それでいいんですよ。うん、それでいいですよ。っていうことなんで、アキラ氏のツイッターを見ていただければ。なので、おまけにフォローしてあげてください。フォローしてあげて。スバル、アキラさんをフォローしてるんで、そこからね、飛んで、アキラさん。行ってもらって見ていただいてっていうことで、アキラさん、出せって言えばいい。そうそう、出せって言う。いや、ベーコンから。やめろ。みんな楽しみにしてます。そうそう、楽しみにしてるよ。RPG、うん、ペルソナ3か4、これ面白いの？ペルソナってやったことないけど、あります？これはない。あ、名前は聞きます、うん、名前を聞いたことあるし、うん、なんかプレイどんな画面かっていうのはだいたいわかるんだけど、うん、見たことあるけど、時間があればやってみたいと思います。はい、やらないパターン。やらない。何がですか。まあぜひね、おすすめなんでね、やってみたいと思います。まあ、とりあえずプレイ動画を一回見てみてちょっと考えさせていただきます。うん、はい、次いきます。もう一つ皆さんに質問です。もうつちゃうからね、もうこの挨拶にする。もうつ皆さんに違う。もう一つ皆さん質問ですと。バイオシックスなんですが、今フレンドとマーセをしているのですが、マーセをする際に格闘で敵を倒す場面が出てくると思うんです。そこでキャラクターごとの決め格闘技の名前を考えてもらいたいのです。よければお願いします。ということで。ですね、これはもう、突発的に出る。そうだね。ことなんで、あらかじめこう決めて、こう言うよっていうのではないと思いますね。ないよね。やっぱその場面、その時に出るものがやっぱ違うと思うんで。でもまあ、私たちが考える、あれやろ？その技の名前ってことやろ？そうですね。一応考えてほしいみたいなやつだよね。そうですね。俺はプレイしてないのでどんなもんか全然わかんないけど、ここはお二人に任せますよ。そうだよね。アキラ氏がやってないからね。全然わかんない。まあ完全レオンはあれだよね。モニカだよね。完全。それはもう本当に。レオン。どんどん出てくるんでね。モニカドロップとか、モニカキック
とかモニカ後ろかビョーンとか変わるから感じおそらく実況見てくれると思うんで、うん、まあだこれはさもうバイオ6の実況を見てちょうだいってでいいんじゃない？そうですね、うん、見てもらってそこでもし言ってるので気に入ってもらえたのがあればそれでもう使い続けてもらって全然いいんでっていうもう出るか出ないか分かんないですけど、まあ、でもその時にやっぱ皆さんが気に入ったキーワードとかがあればそれを自分の中で、ね、はい、うん、全然使ってもらっても構わないんで、はい、あらかじめ決めてっていうよりは突発的に出て言った方が面白いと思うんで、そうだよね、その時の思いつきでね、そうそう、はい、まあ、完全スバナスバイオ6はもう思いつきでその時に言ってあれもう完全言ってるもんだって、はい、まあ、それがまた面白いから、まあ、はい、まあ楽しみ、うん、技盗んじゃってくださいとりあえず、はい、パクってください、うん、パクってくださいということで、うん、はい、次行きましょう。ナスさんに質問です。ナスさんの実況は何と調べたら出てきますかっていう質問でございます。なっちゃん、はい、そうですね、まあスバラさんのチャンネルのとこにあのリンクでね、うん、貼らせていただいて、うん、てるんで、そっから飛んでもらえれば一番手っ取り早いかなとは、そうですね、思いますね、うん、でまあ検索でもし探すんであれば、まあバトルフィールド夏プレステ3かなんかでやれば、うん、多分出ると思うのでそちらで、うん、はい、お願いしますって感じですけど、はい、わかりました。はい、じゃあそういうことで調べて、あのぜひなちゃんのところのチャンネル行っちゃってください。はい、じゃあ次行きます。はい、皆さんに質問、ぶっちゃけ文系それとも理系、えっていうモード系ですね俺はなるほど、なっちゃんモード系か、俺モード系ですね、うん、俺テクノ系やな。あ、マジか。うん、アキラ氏はそういう流れ来ると思わなかった何も考えてなかった。お前は秋足つぶやき系やろつぶやき系ではない だね。だねということです。はい、答えてないじゃないですか。じゃない、簡単で二択を答えられてないじゃないですか。答えてない、どうだよね、文系それとも理系。あー、スバル理系かな。でもスバルさんは理系ですね。理系かな。いいですね、はい。俺も理系かな。いや、アキラさんも理系じゃないですか。うん。何を根拠に言ってるか分かんないですけど。でも理系っぽい感じはします、ね。ほんとそうだよね。理系だよね。うん。はい。うん、おい、なっちゃんもう、あれだよ、体育会系やわ、もう俺のイメージだ。めちゃくちゃ。どういうことですか？文系、理系じゃん。筋肉バカじゃないですか。確かにもう筋肉好きですけど。この横に勝手にカテゴリーをつけて体育会系があるとしたらもう体育会系だよ、なっちゃう。確かにもう上腕二頭筋とか大好きですけど、僧帽筋とか。でも今ここで聞かれてるの二択でしかないんで。だで。はい、それで言ったら俺はもう全然文系ですね。文系か、なるほどね、そっか、よし、じゃあ次行こう。ダッサーで質問、飼ってる猫の名前はって猫ちゃんの名前は何ですか。にゃんこたんですね。にゃんこちゃん、にゃんこたんの名前はですね、まあ元々のその名前はあのブサイクっていう名前です。ほんまに？はい、本当です。これは本当です。ブサイクっていうのを自分の兄貴が名付けたんです。それはちょっとこう何ですかね、鼻のあたりにちょっと黒い点がポチッとあって、うんうん、でそういうなんかそれが汚らしいねみたいな感じに映ったらしくて、うん、じゃあこいつはもうブサイクでいいよねって言って、じゃあいいねブサイクにしようっつってブサイクっていう名前になったんです。でもその猫を呼ぶときにあんまり大きい声でブサイクなんて呼ぶと隣の人の家とかに
こう言っちゃってる、投げかけてんじゃねえかみたいな勘違いをされるから、うんうん、それはさすがにまずいってなって、うんうん、そのブサイクから取ってブーちゃんになりました。なるほどね。さすがにそれはまずい。まずいね。カンカンカンってなったんで、うんうん、じゃあもうブーちゃんでよくないってなって、じゃあブーちゃんにしようっつって。かわいいね、ブーちゃん。うん、模様、顔面の模様のせいで、カツラをかぶってるように見えるんですよ。白黒なんですけど、うんうん、そのちょうどこう模様の区切りが、うん、あ本当にカツラかぶってるみたいに。ちょっと見てみたいな。一応メスです。あ、そうなんだ。はい。女の子なんだ。女の子です。じゃあ最後の質問いきましょうか。もうちょっと時間がね、もう40分になっちゃってるんで。うん、じゃあ最後に最後の質問いきまーす。はい。スバルさんに質問です。ナスさんの何がデスカ集作ったり、アキラ氏の邪気集作ったりなど考えていますか？これか。これ大変やん、すごい。大変だね、まず、どこで言ってるかわかんないしね。うん、とりあえず、難しい。そうですね。ちょっとね、難しいかな。特にアキラ氏の邪気は、もうプライベートでも言ってるし。言ってるっていうか。もう、結構伸びをしてるだけなんだけど。分かってるよ、それは。俺が勝手にジャッキーってつけちゃったんだよ、もう。だって。まあね、ジャッキーを吐いてるって。そしたら、本当にジャッキーを払って貼ってるかみたいな。吐いてるみたいな感じになっちゃう。そうだね。ちょっと、探すのが難しいので、まあ動画として出てきたときは、うん、あ、出たって思っていただいて、なんとかしようっていうのはちょっと難しいかなと思いますね。うん、今ちょっと本当にそういう時間もちょっと作れないんで、申し訳ないですね。ごめんなさいって感じでしょうか。っていうことで、もう最後に、ということで終わりましょうか。はい。うん。でもちょっとね、だいぶ質問もなくなったんで、うん。うん、また、もしよければね、質問も、いろんな質問していただいて。うん。はい。うん、待ってる。待ってるって感じで。相談も待ってる。相談も待ってるって感じで。うん。若干もうちょっと生放送で質問が多いからね、あっちの方がね、もう答えちゃってるんでね、本当はね、質問、募集箱に質問していただきたいなってはあるんですけど、まあちょっとそこら辺もね、もうちょっと考えないとなーってもあるんで、はい。まあできれば、質問、返答コーナーの方でも質問をいっぱいしていただけたらなと、思います。はい。では終わります。終わります。終わります。またねー。またねー。